こんにちは、グローバーファミリーです。パウロです。モミです。モミ、前の動画見たよ。あ、見てくれた。はい、前回は、ハローとハワイユについていろんな国の言葉で紹介しました。パウロ、どうだった？モエミちゃん、めっちゃカミカミだったね。それはもしかして私の日本語の方が上手なんじゃないか。それはない。今回は絶対に噛まずに言うから、パブロ見てて。はい、わかった。じゃあ今回を紹介しようか。よし。はい、今回はありがとうとごめんなさいを紹介したいと思います。萌実、Are you ready? I'm ready. Okay, so how do you say thank you in your country? ありがとうってなんて言うの？ Thank you. Grazie. Gracias. Merci. Thank you, Val. Thank you, Val. Merci.カシさん、スカベカシコ、マハロ、 Thank you、 マラミンスラマ、ขอบคุณค่ะ、カムン、こんばんは、あ、どうで、すごい、シシェ、どうした？スパシーブ。よし、次行ってみよう。 OK, so this time, how do you say I'm sorry in your language? ごめんなさいってなんて言うの？ I'm sorry. Mi dispiace. Lo siento. Mi dispiace. That's right.Let's play music. A bit money. That's good. Ah, sorry, not on. Take it gentle. Hey, come on, Mike. I'm sorry. Ascension. ขอโทษค่ะ. ขอโทษ.미안해 Sorry 对不起진실해 It's been it. はい、パブロ、どうやった？超面白かった。なんか、ロシア語難しそうやね。めっちゃ難しかった。全然聞き取れないね。なんか、全然分からへんかった。私的には韓国がかわいかった。みやねー、もゆみさん、まだカミカミだったね。結局ちょっとカミだったね。OK、次回は何しようか。次回は、乾杯と美味しいについて紹介します。 OK、so next time we'll do、Cheers and Delicious. Stay tuned. Stay tuned. Ha ha ha.